クリスチャン6世はデンマークノルウェイの国王。フレデリク4世と最初の王ヒルイーセの間の息子として生まれ1730年に王位を継いだ。後世ではクリスチャン6世は宗教的な統治者として知られている。彼は経験主義に深く消えし、その知性の間、親民たちにその教えを広めようとした。この宗教的圧力は彼の個人的魅力の欠如とともに、 彼をデンマークの絶対主義の時代で最も人気のない王にしている。後世の歴史形はこの像を変えようとしてきた。すなわち彼らはクリスチャン6世は言われているような偏狂な人物ではなく、金盤で綿密な官僚であるということを強調したのだ。しかし、否定的な印象はその後を続いた。クリスチャン6世の死去までの旗彼の中央の国内の方は、 いわゆる1733年の農道法である。これは農民に出身地域にそのままでいることを強いる法律であり、これによって農民を地方貴族と軍の対象にすることができた。この法律の背景の考えは、もしかしたら一定の数の農民と兵士を保障することだったかもしれないが、それは後世広くデンマークの農民支配の究極として指摘された。したがって、 この法律は彼の評判を著しく傷つけた。この法律は1788年に廃止された。クリスチャン王の経験主義の視点は、もちろん彼の教会政策に大きな影響を与えた。表面上は王は勝利を収めていたが、牧師たちと多くの人々は密かに王の路線に抵抗し、そして彼の死後には、経験主義は公的な非合を失った。 それはその時代、ハンス・アドルフ・ボルソンほか文筆家の多くの死に多大な影響を与えた。もう一つの王の努力の結果は1736年の献身令の義務化であった。経験主義と濃度法に加えてクリスチャン六世と活動の建築は結びついていて、彼はもしかしたら18世紀に最も偉大な建設家だったかもしれない。彼の王妃もまた特筆すべき努力をした。 彼の業績の中では、クリスチャンス坊城、シェラン島北部のヒルスホルム宮殿、そしてインジャの仮小屋がある。それらの豪華な建造物は、権力を誇示する目的で建設されたが、新民に対しては、経済的負担となった。クリスチャン六世の共造彼の外交政策は平和的なものであり、デンマークは厳格な中立を維持した。 貿易と商業は進歩の時代であり、いくつかの銀行と企業が設立された。クリスチャン六世の晩年、スウェーデンでは、ヘッセン王朝の断絶が明らかになると、平和理に、自家、オレンボー家を衰退したが、ロシア帝国の強い意向で、オレンボー家の分家の一つ、ホルシュタインゴットルプ家が成り変わった。一個人として、クリスチャン六世は簡素な衣服の厳格主義者であり、 社会的関わりを避ける人物であった。若い頃から病気がちでそれが彼を早死にさせる原因となった。1746年に亡くなると、クリスチャン6世はロスキルで大聖堂に葬られた。ヨハネス・ビートベルトがデザインと制作した新古典主義の記念碑は、家父となった王妃が関わっていた。悲しみ、名声という女性の彫刻を含む、 大理石の記念碑は1768年に完成したが、1777年までロスキルデ大聖堂に収められなかった。これはデンマークで最初の新古典主義の石棺であり、新古典主義の始まりだと考えられる。1721年8月7日、ブランデンブルクバイロイト辺境白化の冒険である、ブランデンブルクバイロイトクルムバッハ辺境白。 クリスティアン・ハインリッヒの娘ゾフィ・ー・マグダレーネと結婚した。夫妻の間には3人の子女が生まれ、うち2人が成人した。ありがとうございます。